ナマステエベバディ。どうも、なんちゃんでーす。ナマステでーす。はい、はい、ということで今日はなんと、はい、久しぶりの旅行に行きます。ロケ半年ぶりぐらいだね。そうだね、ムンバイぶりですね、ロケは。はい、何をするんでしたっけ今日は。これですよね。これこういうやつ、こういうやつするんですよ。なんかマリカーみたいじゃん。こういうの、はい、こういうやつ。というわけでね、伝わったかどうかわからないんですけども、今日はみんなでスキーに行きます。はい、よーよ。というわけでインドでスキーなんです。ということでですね、実はインドでもスキーができる場所がありまして、なんと、それがね、カシミールというところにあるグルマルグという、ね、村にみんなで行こうと思います。はい、標高がなんと 2650m ということで、結構高い、高い、ね、結構高い、ね、そんな場所にね、みんなで行って、スキーをしていきたいと思います。インドでスキーできるんですよ、皆さん。そうなんです。あの暑いイメージの国でスキーができるっていうのは驚きですよね。で、実はね、まあ、僕とナンちゃんとタチョリカ撮影してくれてるユージはね、3人とも実はスキー経験者よっ。ごぼうということなので。揃ったね。ということなのでですね、割とね、高い標高でも対応できるかなというところなので、頑張りましょう。みんなでね、しっかり GoPro とか、いろいろこう撮ってね、かっこいい映像をね、皆さんにお届けできればと思います。頑張りましょう。はい、それでは行きますか。はい、はい、せーの、チャロッ。急に皆さん立ち出します。さっきまでまだシートベルトサインがついてたにもかかわらず、みんな一斉に立ち出したね。これがインドの飛行機です。もうルールは存在しないってことですね。この乗せ方、荷物のやばいよ。ポン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 乗せてる。ほら。飛行機から普通に歩いて出口行けるっていう。到着しました。はい。いかがでしたか、フライトは。いや、まあまあ、こんなもんじゃないですか。こんなもんでしたか。ね、うん。まあ、短いですよね。1時間20分ぐらい。そうだね。それぐらいだったね。なので、デリーからはすごく来やすいところですね。そうですね。はい。まあまあ。ムスリムがやっぱ多いですね。そうだね、カシミールなんで、ね、カシミール近いから、まあ、おいおいね、講義なんかでも出していこうかとは思うんですけど、やっぱりカシミール地方はね、インドとしては珍しく、イスラム教を信じているいわゆるムスリムという人たちが多い場所で、結構やっぱり飛行機の中のね、こういう、なんですか、白い帽子みたいなのをね、かぶってる人たちがいっぱいいますね。はい、まあ、そんな感じで、ちょっとね、インドにいながらインドらしくないところもあってね、はい、結構あれだね、降りてくるときにこう雪深いこう景色ね、ヒマラヤ山脈みたいな。あ、見えた。うん、見えた。あ、そう。そう、なので結構ドサンコとしてはちょっとワクワクね。あ、確かに。はい、見てましたけど、はい、なんかずっとね、動画撮ってたね。あ、そうだね。ちょっとスパイスレッドのレビューをちょっと頑張って撮ってみようかな。スパイシーな部分撮ってたんですか。そうですね。あ、なるほど、はい、ということで、まあ、ここからね、また車で2時間ぐらいかかるところにグルマルグというね、村があるので。なるほど。そこまでの道中をね、またレポートしていければと思いますので、はい、ぜひご覧ください。行きましょう。はい、はい、着きました。スリナガルです。スリナガルに着きました。ちょっと寒い。いや、雪がいきなりもうあるよ。あるよって言ってた。雪がいきなりあるよ。着いたよ。いきなりタクシーのうんちゃんがめっちゃ来てる。素晴らしい。寒いね、ちょっとやっぱりっ、ね、デリーに比べて、まあ、雪があるぐらいだから、うん、ちょっとウィンタースポーツ感が出てきていい、ね、なんかさっきキャビンアテンダーソンに聞いたら、キャビンアテンダーソン、あ、キャビンアテンダーソンに聞いたら
4度から5度ぐらいあっちは行ってますチャラブラ。まあ来ました。やばい。スリナガルからはですね2時間ぐらいかかるんですね、ウルマルグって。まずい。結構途中ね、山道、峠道なので、特に冬場はね、ちゃんと車を用意しておくとねいいと思います。その方がスムーズですね。はい、エアポートマーケット。ミリタリーストア。ミリタリーストア10代に全然なんか旅の情報として。旅の情報ですか、はい、あ、じゃあこんなのどうですか。インドで旅行するとき皆さんどんな、はい、予約サイト使ってますね。普通美味しいなんてことないんだから普通ね。必ず余裕を持ったプランを立てる。だから必ず確認。だからもう 1日目はもう着くということにしっかりフォーカスをする。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。